はい、というわけで今回は8位の函館ペンタゴン戦です。函館ペンタゴン、ちなみにどういうチームかというと、なかなかハートの強いチームですね。3つがネルンスと、2つが森尾と、入口もか。ポジション的に見ると、やっぱりディフェンダーが強いチームが強いのかな。ディフェンダーから攻撃陣につなげていくのは気をつけないといけないですね。では始めていきましょう。公式戦。スタジアム移動です。函館ステラスタジアムですね。敵地で戦います。緑、くるみはそのままで。おっと、リオがちょっと疲れてますね。花見置きをしよう。で、守備を重視するためにこんな感じでいきましょう。で、節子みゆきに変えていくか。これでいってみましょう。試合開始。そうですね、敵地ですが、こちらの方が勝率は高いみたいです。さあ、開幕の笛が鳴りました。はい、スピードがありますね。わ、早い。みゆきを高さでクリアですが、ボールを確実に持つし、これはちょっと、やばいぞ。入られた。最初から押されてますよね。裏をかかれました。山森が先取点です。さあ、立った。くるみ。ファールですね、これは。さあ、チャンスだが。キーパーに防がれた。さあ、そこは節子が。うまい、節子。さあ、エリカ。これはファールです。レッドカード、なんと、うっそー、大ピンチですね、これは。さあ、10人でプレイです。またファール。ちょっと焦りが強すぎます。なんか浮ついてる感じがしますよね、全体的に。さあ、みゆきから萌え。ファールですね、これは。さあ、くるみがとにかく蹴りますね、キッカー。これは灘が。さあ、ゴール前、みゆきがここはカバーです。山森が結構前いますよね。ちょっとまなみが、逆に、ファールか。お互い荒れてる試合になってます。なあこ。さあ、ここはくるみ。ペナルティーキックを得ました。さあ、同点に追いつきたい。うっそー、取られました。なんとは、横飛びで取られましたよね。これは、
確保する。最後に。お、ファウルじゃない。さあ見てみましょう。スタミナが今2本か。さあマナミがちょっと反応が遅い。さあキーパーがキャッチ。アディショナルタイムはなんと5分もありますね。いやビクッときたぞ。さあ前半終了です。タイミングが難しいですよね。まあ、とりあえず様子を見ましょう。一人交代です。長い。くるみー、守備が固い、このチームは。くるみが走り回ります。ナーゴから窓かへ。さあに萌え。さあ、全裸にアスターが、これはちょっと追いつきそうにない。さあ、さつきとみゆきと節子は疲れてますね。一気に守備を変えていきましょう。うまい、さつき。さあ一気にこれは裏を変えて同点。いや一気に前を描きます。さあ、まどかからまなみに変えて、くるみが、ちょっと長かったんですが、なんとか入れました。さあ、山森がおりますね、先取点を取った。さあ、残り30分です。届かず。さあ、ここはちょっとやばいぞ。藤森に。危ない。守備が戻りきれてないですよね。あやか。さあ、ここは、さよがいて、早い。この流れ。さつきが直接シュート。右に外れましたが、ここは当てる流れか。おっと、ロングくるみが、ここは一か八かの策だったんですけどね。まあ悪くないですね。守備もそんなに上がっていかずに全然すみますし、おっと、綾川、ここは防いだ。相手の方が早いよな。あー、入られてしまった。再び勝ち越しを許しました。ブロックされますよね。初めてを10人でのプレーですからね、今回は。なんとか同点には追いついてほしいが。さあ、ちょっとこれは無理が。おっ、ファールじゃない。何かあるんじゃないかなと思ったんですが。そう甘く、ネルンストが早い。直接、緩急がすごい。え？何が起こったんだ？決定的な3点目です。しっかりしろ！あちゃー。
あーっと、やばい、捉えちゃった、彩香が。いきなり前半7分、先制を許してしまいます。ヘマムリが。あっと、ここは、みゆきをかいくぐって、くるみが、反スポーツ的行為なんてやってるんですね。あっと、引っ張ったんだ、ユニフォームを。ちょっと焦りが見えすぎます。しかも前半14分って早いうちですからね、10人で。ほぼ1試合を戦わなければならなくなりました。それからチャンスは作るんですが、なかなかして、後半、まあ、これもなんとか運よく入ったっていう感じですよね。今思えばこのくるみの反応は見事でした。あ、これは本当にやばかった。クルミ再三ボール終わった。このカナのロングパス、思い切りの策は良かったですね。そして、後半37分、深見がほとんどもう、ゆいゆいと上がってこられるんですよね。完全守備に気を取られてる隙に、そして終了直前、なんと守備の、彩香が出そうとしているときに、そこに柳井がいて、振り向きはシュートを打たれて入ってしまいます。シュートの本数も変わってはいないんですけどね。前半は荒れた試合で、まあ、後半はエルーストのスピードはやっぱり怖いですよ。はい。というわけで、エリカの悲しい姿が映し出されておりますね。レッドカードを受けると次の公式戦は出場停止になってしまいます。これで、3勝2敗、2引き分け、順位は6位に落ちてしまいました。首位のキャピタル東京と4点差、エルドアード欧州とは3点差ということで、ちょっと動向が怪しくなってきました。そして次はリマッセ大阪ですか。昨年2位の強豪ですからね。ますます苦しい戦いを強いられそうです。疲れが相当溜まってんだな、チームに。なんか日本代表とか多いんだろうか。グリフォンのキーパーがすごいですね。ディフェンダーもしっかりしてますし。やっぱり強いチームですよね。サカルメンと交渉しております。筑波ダガマ。途中っているんですね。さあ、女子選手はいるかな？知念。ミルコ。ゴーンですか。女性者いませんでしたね。はい、というわけで、今回はちょっと嫌な負け方しましたね。レッドカードなんかももらってしまいました。とまだまだ力をつける必要はあるかと思います。はい、応援してください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。